こんにちは、こんばんは、サマルです。今回は最強ロラインの激級リトライフ化に行きたいと思います。とりあえず、ロラインは、スキルマにはなったんですけど、絶級かをとりあえず4回クリアしているので、あと1回クリアして、ドラゴフェアリーかな、フェアリーをゲットしに行きたいなっていう感じでございます。ほんでヒアソフィアがいるので使っていきましょう。でもね、絶級4回クリアしてるうちにフレンドでヒアソフィア連れてったの1回だったかな。で、別にヒアソフィア必須ってわけではないかな。だけどいた方が安心はするかなり。あとは手駒かな、やっぱり。うん、少々事故ってるね。手がどこ、祝宴とか、うん、そこら辺が来てほしいかな。アルベルダーとかね、最初ら辺は。あとはセツナ、セツナは序盤に来てくれるとありがたい。ね、ちょっとよろしくないね、手駒よろしくない。ちょっと画面が止まっちゃったかな。大丈夫だね。ほんで次元スキルがねあるんで、次元スキルがあるので、私の一撃も返してくるよね。手駒によるよ。 OK、 この子は OK、 OK、 この子は OK。 んで、いつでも返せる状態にはしておきたいから、こういうとこ、とりあえずこのロラインの次元スキルが発動できるする前にはロラインは返しておきたいね。こいって、とりあえず返しておきたいけども、手駒がよろしくないからちょっとあれかもしんない、あのつまずいちゃうかな最初はね。とりあえずバトル2のところがうまく突破できればっていうのもあるんで、これは痛いね、ベルーガは痛い。イクシラいいよ、イクシラ OK で、そこ返してからイクシラで4枚返しできるか。ベルーガ来ないと信じて2枚返しできちゃうか。まあ大丈夫だね、こう来ます。お、あー惜しい、ワンチャン足りるかもしれなかったって感じだったけどね。オッケーオッケーオッケー、ささやき強いね。はい、でとりあえずこれで返しましょう。オッケーオッケーオッケー。13000、まあまだいいかな、まだいいかな。だけど大事なのは次は大事。逆にね、ここで HP 減らされてて、あれだね、ピリキナタじゃなくて、なんだっけ、あの、ほら、ファウスじゃない。まあ、やっていこう。なんだっけ、ハーピストとのコンボが、HP の条件を満たしやすくてっていうやり方もあるよね。サイラントレイジ、これもフィールドワークの一環です。これは安心。ここ打つとね、よく左下に打ってくるんですよね。吉光？最上？吉光？吉光だったっけ？あの代償してくるやつね。お、上に来たね。吉光だね。ほんで、とりあえずヒアソフィアがいるから安心ではあるんだけれど、まあ、攻めていきたいよね。静かにして、とりあえずせつながね来てくれないから、せつなが来てくれないからちょっとね、頑丈な怖さはある。たくさん殴れそうです。次あいつか。ほんで2枚返しはできるかな。よし、2枚返しして、ちょっと画面が止まっちゃったんですが、置きくるみを置いて今のダメージかな。もっともっと殴りたいです。で、こいつが来ます。ゼーレンが来る。で、あとはイクシラとコンボして倒せるね。
ほい。だからとりあえずヒアソフィアがなくても大丈夫だけど安心感はあるかなり。だからまあフレンドと合わせて2枚とかね詰めると安心ではあるよね。でアメリアのところはもうなるべく食らいたく。おお来ましたね刹那。まあ、2ターン3ターン以内に倒せれば理想なのかな。行ってきます。でアルーシャが60%だからね。でこのねシベリウスもね意外とね角っこ取れるから駒が多くて狭いからね。バトル1、1、3とかね。OK です。で次で倒せるかな。倒せないかな。倒せなさそうだね。いや倒せるかな。 OKOK、まあ、3ターンで倒せれば、まあ、HP がある程度確保できるんで最後はとりあえず手駒による。手駒によるフェアリーが欲しいんじゃ。とりあえず2体はねゲットしたけど OKOKOK 全然 OK。 アルベルダーを置いといてで、ね、左上とかに置いてきた来てくれたらいいんだけど左上右下が一番嫌い自分はね。嫌い嫌い。ここはね困るんだよな。わざーす。ここら辺に合わせて使いたいですね。使うならあの上に駒がないんで自分の駒を上に置いてなるべくね上に置いて戦いたいんですよね。2枚返しできなくなっちゃってね。困るなそれは。とりあえず返しとこう。そんな。OK 気持ち気持ち気持ち程度ね。なんで上に駒が置ければいいんだけどやっぱり下に置かれちゃうとねあのロラインをなかなか。そうですね上に駒を置けなくなっちゃうんで上の辺にね。メイティスにお任せなのです。ぐるんぐるか。なるほど3500。いやでもこれも大きいぞ。とりあえずコンボさせないでいきましょう。コンボさせないでゆるるんぐるにされちゃうんだけどね。ゆるるんぐるにされちゃうんだけどされないことを願ってとりあえずたくさん殴れそうです。 OK です。で右の次元スキルが発動しちゃうのでこれヒアソフィア打って耐える。がありだね。じゃあねここら辺だな。すごいよね。あなたの恥ずかしいエピソードも調べますからってすごいよね。これはちょっと自分は下に置かれた時は負ける率が高かったんで今回はヒアソフィアにこう助けられた感じだけどね。6400食らったのかなってことはゆるるんぐる返してーけどなー。これゆるるんぐる返してなるほど。そこを打って耐えることを信じてドゥーン。どうでしょう。受けてみよう。オッケー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 。これでギリギリ足りんじゃねえかな。これで3000、2000。どうだどっちのが出るだろう。こっちかな。ちょっと待ってよ。こっちだと HP がもう5分の1ぐらいだから2700ぐらいかな。こっちの方が出そうだね。
よし、こっちに行きましょう。少し眠っていてもらいましょう。これで足りるかな。 OK、 OK でございます。壊しきれなかったなんて。今回はちょっとね、ヒアソフィアに助けられたけど、バトル4のとこだけね。とりあえず4じゃない、ヒアソフィアなくてもクリアはできそう。あざーす。これでとりあえず絶球5回クリアできたので、フェアリーゲット、ありがとうございます。これは嬉しい、これ嬉しい。あと 100% スキルが上がるからね、なるべく、絶球じゃなくても月球でもね結構落ちるから。でも投稿してる段階ではもしかしたらロライン終わっちゃってるかもしれないけど。ということで今回は最強ロラインの絶球に挑戦しました。まあ、なかなかいいパーティーではあるなと思ったんだけど、もうちょっと楽に進めるんだったら刹那が来てくれたらなと。まあ、クオンが消されちゃったらねあれなんだけど、まあ、刹那が早めに来てくれてっていう感じだとね、かなりね早く進められるから。でもなんかリューパーでも早く行けるらしいんですけどね、クリアはできるらしいんですけど、なんか早いけど負けちゃう率もある、高いみたいな、なんか S 引けないときつかったりみたいならしいんですけど、まあ、とりあえずね絶球5回クリアできて、フェアリーねをゲットできたので良かったのかなと思います。でロラインがねなかなかね使い方難しいんだけどね、あのうまく使えたときに、ロラインの次元スキルとコンボスキルとあとユルルングルとかでね、200万じゃない、2万とかね、あの他のコンボスキルとか合わせて2万3万とかいったりしたんで、なかなか面白い子なので、まあ、今後使っていけたらなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。